good の意味はまあまあって知ってた。今日は褒め方について話していきたいんですが、タイトルにもあったように good イコールまあまあっていうニュアンスにもなるんです。では早速見ていくと、 good これはいいって意味ですね。すごく一般的な表現です。ただ good はまあまあとか悪くないってちょっと消極的な意味になることもあるんですね。なのでしっかり評価したいときは very good と感情を込めて言うのがおすすめ。そして nice、 これは素敵って意味ですね。これも褒めてはいるけどまだまだっていう感じです。より高めの度合いの褒め言葉を使いたい場合、これから紹介していくワンフレーズを使ってみてください。まず great、 これはすごいって意味ですね。これが最もよく使われる表現かもしれません。 nice や good よりも褒め度合いは上です。消極的な意味もなくどこでも使えます。そして次 excellent、 これ素晴らしいって意味ですね。優秀なって意味合いでも使われます。抜きん出て優秀、またはもうほぼ満点みたいな表現で使えますね。そして Amazing、 これも素晴らしいっていう表現です。驚くべき素晴らしさだなんてニュアンスで使われます。この Amazing は最上級の褒め言葉として会話の中ですごく頻繁に使われます。それとちなみに Wonderful、 Marvelous、 Fabulous、 Fantastic、 Incredible なども Amazing 同様に耳にしますが、まあ、どれ使っていいかわかんないよって思ったらとりあえず Amazing から使ってみてください。そして最後にアメリカ英語圏内ではこんな褒め方もあります。 Cool、 Cool、 または AwesomeAwesome。 これもすごくナチュラルに使える褒め言葉なので、皆さんぜひ使ってみてください。では、Good luck!